はいどうも、ゆらたまです。今回なんですけど、1000円のスペースオペラの新キャラドン・ジョバンニ、これがね、空中庭園9にめちゃめちゃぶっ刺さるっていうことなので、今回ね、僕はガチャ引かなかったんですけど、フレンドでね、リスナーさんに出してもらって使っていきたいと思います。で、こいつね、言ってもサポーターなので、主な火力源は、まあ、アーキレットとかマナとかの友情コンボとか、そういう風な形となります。で、まあ、基本的に挟まっていくクエストなので、まあ、反射キャラっていうところと、各スピードアップですね。っていうところがあって、かなり使いやすい性能になっています。マナだとね、ちょっとね、足遅いなーって感じるんですけど、全然ね、この新キャラ、ドン・ジョバンに入れることで、スピードアップ不足とかもね、補えることができますし、なんとこのキャラの強いところっていうのが、ストライクショットです。ランダ系のストライクショットなんですけど、ここね、まあ、ラウドラバリアでね、まあ、一定回数殴んないと、まあ、全然的にダメージ与えることができないんですよ。で、これをランダストライクショット、まあ、8ターン、1段階目が8ターンのストライクショットなんですけど、これでバリアを割りながら友情コンボ出すっていうところができるので、めちゃめちゃ使い勝手がいいキャラクターになります。はい、ってな形で、まあ、空中庭園9っていうのは、まあ、今現状多分ね、最適化がマナ4、コネクトの書使ったマナ4かなと思うんですけど、個人的にはマナ3と今回のドン・ジョバンニ。ドン・ジョバンニでいいのかな名前。ドン・ジョバンニ。ちょっとさ、なんか、ジョ・ワンニだからさ、ちょっと本当に合ってるかわかんないけど、ドン・ジョバンニ入れる編成がガチパ編成になるんじゃないかなと、個人的には思っています。で、まあ、いろんなね、形で試してみたんだけど、まあ、やっぱり、こいつスピード型なんですよ。反射のスピード型なんですけど、挑戦系に関しては解放させた方がいいね。これ多分うまくはまれるよ。はい、OK。これとかも、やっぱスピード型っていうところを活かしてはまってるっていうところなので、かなりね、マナーだとちょっと、うわ、スピード足りんなーっていうことが結構あるんですけど、こういうところの雑魚処理がサクサクできるのは、今回このキャラの強いポイントかなと思います。で、まあ、じゃあ逆にね、まあ、弱いポイントっていうのもちょっと話していこうかなと思うんですけど、まあ、弱いポイントはね、まあ、ぶっちゃけ言うと、まあ、その、サポートキャラっていうところもあって、まあ、これね、加速友情とバブリーモードっていうところで、まあ、汎用性が高いね、友情コンボになるんですよ、高難易度にとっては。でも、友情コンボ自体がその火力が出る友情コンボではないので、そこだけちょっと使いづらいかなっていう風な感じと、まあ、あとはランダのね、倍率自体もうめっちゃめちゃ高いってわけではないので、まあ、普通にね、まあ、この空中庭園9専用機になるんじゃないかなっていう風な形で思っています。まあ、てな形でね、まあ、でも空中庭園っていう適正キャラは、今現状ね、マナとか、まあ、あとは、アツヒメとか、まあ、いるんだけど、まあ、本当にね、アーキレットが、マナ来るまでね、最適性って言われるようなクエストではあったので、まあ、本当にね、そこに、まあ、言ったら、第2の適正キャラみたいな形で入るのは、すごいね、優秀なところではないかなと思います。はい。ってな形で、まあ、サクサクね、進んでいくんですけど、まあ、ここで、できれば、ストライクショット打っていきたいな。うまく処理できなかったら、ストライクショット打っていきたいなと思います。で、もうここはね、残り、右上の敵が残り5ターンでね、即死が飛んでくるので、マナー打って、雑魚処理してからの、次から中ボス殴っていけるっていう風なムーブを取ります。まあ、できる限りね、このジョンじゃないね。ドン・ジョバンニの強いところね、見せていきたいと思うので。まあまあまあ、うまくていけるかなっていうところ。今めっちゃ配置がいいんだよね、これ。こことかも、まあ普通にね、ストライクショット打ちながら、多分マナとかをね、誘発したらってめちゃめちゃダメージ出ると思うんで。アーキレットとかもね、超減速ついてるんですけど、ストライクショット打たないと基本早くはないんですよ。そういうところも、まあサポートできるかなっていうところで、かなり優秀ではあります。で、あと SS ターンチャージですね。持ってるので、ストライクショット、こいつちょっと貯めたいなって時とかに使えるっていう風な、かなりね、優秀なキャラクターのうちの一人というかなですね。というか、今回のね、この1000円のスペースオペラっていう、コラボの後の、まあ、イベント、新イベのキャラクターなんですけど、3体中2体が大当たりなんですよ。ねえ、それ誰かっていうと、この今回のドン・ジョバンニとアイーダ、まあ、光属性のやつですね。が当たりかなと思います。水のやつが一番外れ。本当にね、今回50、4900円かな。で、
1体確定のガチャが引けるんですけど、これねトゥーランドットっていうのが水のキャラクターなんですけど、これが出たらまずマジで外れ、もう本当にやんだ方がいいぐらい外れです。でアイーナとドンジョバンニなんですけど、アイーナに関しては空中庭園の2の適正キャラクターで、ドンジョバンニは空中庭園9の適正キャラクターっていうところで、結構ねその工場キャラクターとか、まあ、モンストのオリキャラで適正少ないところに適性がうまくね結構強いキャラクターでハマるっていうところで、すごい今回ねあのコラボ後、まあ周年のコラボ後だし、今後もねまああのまあ周年っていうわけではないんだけど、まあどうせコラボもあるだろうし、あとはもう年末年始近いっていうところでオーブのね使い方がすごく難しくなってくるところではあるんですけど、まあ空中庭園適性いないよとか、あとはまあどうしてもまあ2と9毎回毎回苦労しますとかっていう人にとってはまあ引き時のまあガチャかなとは思います。はい、まあとはいつつもね星玉というかあの特段もらえるんで、多分2個かな今回は、まあ特段もらえるんで、その特段でね出ればラッキーっていう風な形で狙うのが一番無難かなとは思ってます。はい、てな形でまあここうまくSS ハマるかな、ちょっとね悩ましいけど、これでも全然アーキレットでジャキーンっていけば友情コンボ出せれば多分問題ないかなと思うので、まあ削りはねこういう風な形でマナとかアーキレットの友情コンボで削るしかないんですけど、それをサポートするスピード型でボス戦になるとラウドラバリアがめちゃめちゃ硬いので、これをねスピードアップ、マナーだとねストライクショット使わないとなかなか割れないんですよ。このセンサー踏んだ上でこのラウドラバリアっていうのを割らないといけないので、これがなかなかねやりづらいというか、なかなか割れないっていうところがあるので、これをうまいことねこの加速友情を使って割ることができるので、やっぱ今回強いです。でここ SS ってもいいんだけど、まあこれぐらいの HP だったらね全然頭に入ればラウドラバリア割れるので割っていきたいと思います。はい、 OK で割って突破ですね。でこれ2段階目やっぱどっかボス削りに使いたいね。うまく使えるところがあったらラスゲとか、あとはこのボス2のね処理とかもちょっと面倒ではあるので、ここら辺で使っていきたいなとは思います。はい、でこれマナとかで雑魚処理うまいことしていって、はい、これで OK ですね。OK ではなかったけど多分友情で削れるはず。 OK です。はい、でまああとはしっかりと右側のハーチェルですね、うまいこと全部雑魚処理した後に SS 打つとか、あとは友情コンボうまく出すっていう風な形で立ち回りたいと思います。ねえ、まあ9もねやっぱりね、まあそのマナもまあまあ昔のキャラなんで所持率が高いわけではないだよね。多分最近その始めたよって人にとってはまだ結構レアなキャラクターで、昔からずっとやってる人はマナたくさんいるよっていう人が多いと思う。で逆にアーキレットっていうのも天魔の古城の試練の魔の10ね周回しないといけなくて、こいつはね確か今確率アップとか出てないんじゃなかったかなっていうのもあるので、なかなかねアーキレット持つっていうこと自体が結構ね難しいというか、結構こうまあ周回してる人も運極になってる人ももちろんいるんだけどね、いるんだけど、まあ、そういう意味ねアーキレット持ってるっていう人も結構レアではあるので、まあそういう方とかにすごいおすすめの今回のドンジョバンニになります。はい、うまいことね。てかでもこの捨て身に関してはドゥンジョバンに行かせてないね。行かせてないから、どうしようか。行かせてない。マインをうまくね、回収したいんだよね。回収していきたいっていうのもあるけど、うまくね、回収できたら。はい、OK。でも今のは、多分通常のマナのね、殴りだと、ラウドラバリア割れないので、こういうところをさっきね、加速友情で割るっていうところがすごい強いと思う。で、多分だけど、ここね、強固アルファとか、あとは、あいつ、名前忘れた。ポラリスとか、加速使ってた人ね、何人かやっぱいるかなと思うんですよ。まあ、その、キャラクター、加速友情のキャラクターの中で今回最適になりました。はい、ということで、ボスに突破でラスゲで使いますか、SS を。ちょっとさっき使うか悩んだけど、まあ、削りだったら使わんでいいかなと思って使いませんでした。で、こいつの、ストライクショット、いいところなんですけど、まずランダでラウドラバリア、ここ割ることができます。で、プラスアルファ、
そのね、白爆発起きるんですよ、ランダの後に。なので味方がね近かったら友情コンボを誘発できる。でマナとかね友情コンボ誘発したらラウドラバリア割ってめちゃめちゃ火力入るんで、こういうところですごいね、あの優秀のキャラクターの一つであります。はい、これもうまく全処理はできなかったけど、次ラウドラじゃなくて左だね、左下の雑魚をアーキレットで倒して、で次に右上の雑魚を倒すっていう風な形のムーブを取りましょう。こことかもね、本当は反射で挟まるので結構硬いんですけど、こういう加速友情を生かして殴ると。これも加速友情なかったらおそらく倒しきれてなかったかなと思います。ブロック外せばワンチャンあるけどね。まあ、ちょっと入れ板とかも怖いので。はいね、次は、マナなんだけど、マナとかもしっかりと殴っていきながら、ちょっとガイドが出てるんでね、うまいことルートを探して殴っていきながら、ほいほいほい。オッケー。で、友情コンボも出しながら、お、危ない。危ないな。おし、オッケーです。で、次がね、これね、下の球をね、割れば覚醒するんですよ。なんで、ここ、守護獣のサメ打ちながら、入っていきたいと思います。で、おすすめポイントここなんですけど、これね、天魔球やってる人は知ってるんだけど、ここね、サメ打って、そのターンに、下のね、クリスタル倒すことができると呼び出しきません。ただただえ、ダウン入ったよね。あれおかしいなあれあれ、もうちょっと火力出るかなと思ったけど全然出なかったな。あ、紋章ついてないっていうのはあるんで、まあその辺火力はね、まあちょっとあれですけど、紋章ついてないんで、でもこれなんでね全然いいと思います。まあマナ2人は紋章ついてるけど、友情コンボ火力出したかったので、まあでも全然良くないっていうところで、はい。でこれね、これはね、ここもう残念なことに残念なことにうまくね処理できなかったので呼び出しきますね。はい。でただマナのストライクショットがあるので2段階のストライクショット打って、タクアとダイナ処理した後でこの 4P の SS うまく打ってフィニッシュっていう風な形でいきましょうか。多分ね、これぐらいだったら削れるんじゃないかな、ストライクショット。はい。で、ここまた10日になるのね、ボスが。で、ここストライクショット打って、クロスドクロザコをちゃんと倒しながら、マナをできる限りボスの近くに配置したい。いけるかな？で、配置すれば、いや、多分ね、いけるかなと思うんだけどね。あ、これだったら多分いける。ストライクショット打って最後、ラウドラバリアをランナで割って白爆発、ドンの友情コンボ誘発、できるかなと思います。まあ、マナの友情出すんでね。多分 1P のマナは誘発できるかなと思うんですけど。はい。この角度で行きます。これを、まずね、しっかりとバリア、このランダで割った後の、白爆発、ドーン。今、ちょっと遅かったんだけどね。遅かったんだけど、本来であれば、マナの友情コンボもなくて、白爆発、ドンで倒せるので、今回、マジでドンジョマンに使ってみて、さらっと使ってみたんだけど、めちゃめちゃ強かったんで、決めた人はラッキーと思ってください。はい。ということで、今回の動画は、これにておしまいです。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。では、バイバイ。